さあ攻守方向入れ替わりまして、これより第4クォーターに入ります。クラブベアーズ陣40ヤードからサーダウン内の状況で試合再開となります。パス不成功。ここでクラブベアーズクォーターバック3番ワイドレシーバー82番へのロングパスを投じました。しかしこのパスはディフェンスのカバーがあり、パス不成功に終わっています。クラブベアーズ自陣40ヤードからフォースダウン内、パントフォーメーションを選択します。パンターは21番のユキタ。このパントは広島陣30ヤード付近でボールデッド、攻守交代となります。さあ再び攻撃権は広島に変わりました。しかし後半に入りまして、好調なクラブベアーズのディフェンス陣がこの攻撃を果たしてどのように対応していくでしょうか。さあ広島自陣32ヤードからのファーストダウン点。パス成功。抜けましてタッチダウン。ここで広島ロングパスをあえて投じました。プレッシャーを浴びながらワイドレシーバー9番にパス、これを9番倒れ込みそうになりながらキャッチし、そのまま一気に独走、エンドゾーンに駆け込んでタッチダウン。広島6点獲得。見事なキャッチを決めタッチダウンとしました。ワイドレシーバー9番は酒井、島根大学出身。そしてトライ4ポイントに入ります。このキックは見事決まりまして1点追加、広島ホークス34点、クラブベアーズ0点。ここへ来て広島のビッグプレーにより試合の膠着状態が解けました。さあ拮抗した第3クォーターのその膠着状態を解いたのは広島ホークスでした。さらに広げたリード、広島ホークスどのような形で勝利に結びつけていくでしょうか。広島先ほどタッチダウンを決めた9番酒井のキックオフで試合再開となります。さあベアーズリターン入ります。リターナー左サイドラインを駆け上がるように自陣30ヤードラインを越えたところまで前進しました。リターンしましたのは82番の寺崎、大阪体育大学出身。クラブベアーズ自陣34ヤードからファーストダウン点。パスは成功。
クォーターバック3番ワイドレシーバー82は失礼しました、92番にパスを通しまして約2ヤードのゲーム。パスを取りましたタイトエンド92番は山中、京都大学出身。クラブベアーズセカンダウン8、パス成功。クォーターバック3番今度は右サイドライン際に走り込んだワイドレシーバー13番にパスを通し約6ヤードのゲインとしています。パスを取りましたターゲット13番は大谷、大阪ハイテク専門学校出身。クラブベアーズサーダウン3、攻撃権更新の3ヤードをどのように攻めるでしょうか。パスで突破しました、クラブベアーズファースター。クォーターバック3番今度は左サイドラインにいたワイドレシーバー82番にパスを通し攻撃権更新です。ファースター、鮮やかなパス攻撃を展開しておりますのはクォーターバック3番吉田、江南大学出身。先ほどのパスを取りましたワイドレシーバー82番は寺崎、大阪体育大学出身です。さあクラブベアーズ自陣47ヤードからファーストダウン10、キュービーサーク。ここでクォーターバック3番再びパスを投じようとしましたが広島ディフェンス陣がここで猛チャージをかけクォーターバックスタックを決めました。5ヤードのロスとしています。クラブベアーズ自陣42ヤードからのセカンドダウン15の状況に挑みます。クォーターバック3番今度はタイトエンド92番にパスを通し92番タックル受けながら約8ヤードのゲインとしています。92番は山中、京都大学出身。クラブベアーズハーフウェイからサーダウン7、インターセプト、ターンオーバー。ここでベアーズ再びパス攻撃でしたがこのパスを広島79番がパスカット、そしてその浮いたボールを自ら確保しインターセプトとしました。見事なパスカット&インターセプトを決めましたのは広島ホークス79番、脇坂、山口東京理科大学出身、中四国学生2部の出身のルーキープレイヤーです。遠く中四国の地にありまして、そのアメリカンフットボールを総合したメンバーがここで X リーグにおいてその大輪を咲かせました。広島相手陣47ヤードからのファーストダウンテ抜けます、ファーストこの攻撃を生かすべくランニングバック20番ハンドオフを受けまして中央突破、相手ディフェンス振り切り一気に攻撃権更新としました。広島ホークスファースター、見事な鮮やかなランプレーを決めましたのは広島ホークスランニングバック20番の玉山。負傷者のためのタイムアウト。
さあレフリータイムアウトを解きました。試合再開です。広島相手陣30ヤードからファーストダウンタイム。ナイスダウン、ファーストダウン。広島はここで再びランプレー重ねます。今度はキャリア21番が中央突破し大きく前進、ファーストダウン、攻撃権更新としています。キャリア21番は岩田、立教大学出身のプレイヤーです。さあ広島相手陣9ヤードに入りました。広島はファーストダウン2ゴール、残り9ヤード。広島ここでランプレー重ねました。キャリア39番ハンドオフを受け右奥へのスイープレー、ディフェンスをまくるようにそのまま右サイドライン走り上がり、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。第4クォーター、ウォータータイムアウト。広島はここで6点を追加いたしました。ここでウォーターブレイクに入ります。見事なタッチダウンを決めましたのは広島ホークス39番の竹野内、関西大学出身のプレーヤーでした。この第4クォーターに入りまして広島ホークスは再びその攻撃の手をに磨きをかけ、一気にクラブベアーズを突き放しにかかっております。広島ホークスランプレーにより先ほどタッチダウンを上げました。そして間もなくそのトライフォーポイントに乗ります。クラブベアーズ大きくリードを許す形になっていますが、残り時間この5分の状況で果たしてその意地を見せることができるでしょうか。この配信は XD ウエスト全13チームの共同企画によって実現しております。この企画にご賛同いただけた方々のお名前を今画面上に表示させていただきました。皆様のご好意非常にありがとう、感謝しております。ありがとうございます。さあ試合再開となります。広島トライフォーポイント。キック成功、1点追加。広島ホークス41点、クラブベアーズ0点。広島大きくリードし、試合をの主導権を確保した状況になっています。状況はクラブベアーズにとって非常に厳しい状況に至っておりますが、しかしこの状況を打開できるかどうかはこの残り5分間のその攻防によります。何らかの突破口が見出せるでしょうか。クラブベアーズ、試合は広島ホークスのキックオフで再開となります。さあクラブベアーズリターンに入ります。このリターンは自陣25ヤード付近でボールゼットとなりました。クラブベアーズ自陣26ヤードからファーストダウン10。
さあパスが成功します。これを取りました92番、キャッチアンドラン試みましたが、しかし広島のディフェンスは集まりよく、ほとんどゲインはありません。パスを取りましたタイトエンド92番は山中、京都大学出身のプレイヤーです。クラブベアーズ自陣27ヤードからセカンドダウン9。さあこのパスも通ります。クォーターバック3番、短いパスで確実にゲインを重ね、そこから突破口を図ろうという作戦のようです。取りましたワイドレシーバー13番は大谷、大阪ハイテク専門学校出身。さあクラブベアーズ自陣32ヤードからサードダウン4。パス不成功。ここで再び短いパスにより攻撃の更新を図りましたが、しかしこのパスを広島がパスカットし、パス不成功としています。パス失敗によりフォースダウンに変わります。クラブベアーズフォースダウン4、プレーを選択します。ギャンブル、4ヤード前進しないと攻守交代となります。ここで選択はランプレーでした。しかしこのディフェンス、このプレーを広島アジャストし、ノーゲイン。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。クラブベアーズここでフォースダウンギャンブルに挑みましたが、しかしこの4回目の攻撃は失敗に終わりました。攻守変わりまして、今度は広島相手陣29ヤードの絶好の地点からのファーストダウン10に入ります。ランニング枠20番に託しました。ハンドオフを受けた20番、右オープンにランプレーを展開し、約3ヤードのゲイン。アメリカンフットボールはボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。逆にボールを持った選手が外へ出た時、前パスが失敗した時は時計が一旦止まります。不成功。ここで広島クォーターバック18番、あえてパスプレーを展開しました。レシーバーの手に触れましたが、しかしこのパスをワイドレシーバー81番キャッチできず、パス不成功に終わっています。パス失敗ですので一旦時計は止まります。広島サーダウン7。ナイスラン、ファーストラン。ランニング21番、ハンドオフを受けて左オープンへのランプレー。相手ディフェンスをまくり大きくゲイン。ファーストラン、攻撃権更新としました。広島相手陣6ヤードに入りましてのファーストダウン2ゴール。パス不成功。ここで広島一気にタッチダウンを狙いました。ワイドレシーバー17番へのパス。
17番これを伸び上がるようにキャッチ試みましたが、しかしパスは不成功に終わっています。広島セカンドダウン2ゴール、残り6ヤード、試合時間残り2分7秒。パス成功、失礼、パス不成功でした。再びワイドレシーバー17番へのパス、今度こそと思いましたが、しかしこのパスは不成立です。パス不成功、パスはキャッチしておりましたが、フィールドの中、エンドゾーンの中で着地できておりませんでした。したがってパス不成功扱いとなります。広島サードアンドゴール、残り6ヤード、試合時間残りちょうど2分です。パス不成功、今度は転じまして右にいましたワイドレシーバー81枚のパスでしたが、このパスはコントロールミス、パス不成功によりフォースダウンと変わります。チームタイムアウト、広島、広島はここで後半2回目のタイムアウトを取りました。後半2回目のタイムアウト、広島タッチダウンを狙うスプレーを3回続けて行いました。しかし結果的に決まらずフォースダウンに至ったことにより作戦の練り直しを図るタイムアウトを取ったようです。クラブベアーズとしてはこの攻撃はなんとか食い止めておきたいという、その一意地を見せるこのシーンになるかもしれません。状況は広島相手陣、失礼しました、ベアーズ陣6ヤードの地点、そして広島の攻撃によるフォースダウン2ゴールのシチュエーションとなっています。さあ試合再開となります。広島フォーメーションを変えましてフィールドゴールトライ、キックによる3点ゴールであります。フィールドゴールキッカーを務めますのはキッカー9番の酒井、キック成功、3点追加、広島フィールドゴールを決めまして3点を追加いたしました。広島ホークス44点、クラブベアーズ0点。ベニーマカさんはそうですね、ワンサイドゲームという形に結果的に今なっております。クラブベアーズこの状況をいくらかでも打開できる何か突破口があればという形で残り時間の攻防に期待をしているところです。試合は広島ホークスのキックオフにより試合再開となります。さあベアーズリターン入ります。このリターンベアーズ陣25ヤードを超えたところでボールデッドとなりました。さあ反撃になりますでしょうか。残り時間1分40秒という状況をクラブベアーズ攻撃に入ります。ベリンマカさんはメッセージありがとうございます。ベアーズの声援、非常にベアーズの選手にとって誇り高く、そして励ましになると思います。ぜひよろしく応援をお願いいたします。さあベアーズ自陣27ヤードからファーストダウン10、試合時間は残り1分40秒。パス不成功、
クォーターバック3番ワイドレシーバー13番へのパスでしたが、このパスはグリップできずパス不成功となりました。クラブベアーズセカンドダウン10、ボールオン自陣27ヤード、試合時間残り1分35秒。パス成功。ターゲットは82番、中でキャッチし倒されているので結果的に4ヤードゲインしていますが、時計は止まります。時計は進みます。クラブベアーズサーダウン6、試合時間まもなく残り1分10秒を切ります。インターセプト。ベアーズここで再びパスプレーを展開しましたが、なんと広島79番、再び自らパスカットしそのままインターセプトとしました。このビッグプレーを立て続けに決めました広島ホークス79番は脇坂、山口東京理科大学のプレーヤーです。中四国2部にありながら、そのプレーは決して引きを取らないということを自らのプレーで証明しています。さあ攻守変わりまして広島の攻撃に入ります。広島ファーストアンテパス成功。クォーターバック18番、ワイドレシーバー17番にパスを通し約9ヤードのゲイン。中で倒れたため時計は回ります。取りましたワイドレシーバー17番は片岡、大阪府立小谷高校出身のプレイヤーです。さあ広島残りセカンドダウン残り1ヤード、パス成功。クォーターバック18番、今度は27番にパスを通しまして攻撃権更新、ファーストダウン。チーム大胆さ広島。ここで広島後半3回目のタイムアウトを取りました。広島後半最後のタイムアウトを使いまして試合時間も残り9秒というところで止めました。見事なパスキャッチを決めましたのは広島ホークス27番の浦部、大阪体育大学出身。ゆとり圭様メッセージありがとうございます。ワンサイドゲームを最後までやる意味という点におきではおきましては、その方の主観は様々にあると思います。コールドゲームということが果たしていいのか、逆に言うと結界を失うことが果たしていいのか、様々な議論はあるでしょう。しかし X リーグは少なくともチームがその戦いを辞退しない限りは継続する形を良しとしているようです。その団体ごとによる方針は違えど、その意思を尊重したいと私は思います。さあ試合再開となります。試合時間残り9秒で広島ファーストダウン2ゴール、残り2ヤード。さあパスを投じたのはターゲット17番へ対して、しかしこのパスは不成功です。ここでベアーズのディフェンスが粘りを見せます。試合時間残り4秒で時計は止まりました。広島セカンドダウン2ゴール、残り2ヤードに挑みます。試合時間残り4秒。
コー立ちよう広島ここで再びワイドレシーバー17枚のパスでした。4度目のタッチダウントライ、そして見事にこの4度目の正直をワイドレシーバー17番決めました。パスを取りタッチダウンとしましたのはワイドレシーバー17番片岡、大阪府立桃谷高校出身のプレーヤーです。広島6点獲得。ベリヤマカ様、コールドゲームはその団体によって設定がされています。例えば高校アメリカンフットボール兵庫県予選の場合には30点を超えた場合そのコールドが発生するというふうにルールが定まっています。しかし X リーグの場合にはそのコールド設定はありません。チームがその試合を棄権しない限りその試合は継続するという形になります。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となります。厳密にはトライ4ポイントの権利は残り0秒ではありますが、しかしこの権利を広島は使いませんでした。ここでもって試合終了となりまして、広島ホークス50点クラブベアーズ0点で広島ホークスの勝利となりました。厳しい状況の札手になりましたが、見事この試合を解消し優勝争いの機会を残す形を取れました。第3試合のチームをお知らせします。第3試合の試合開始時間は17時20分。対しましてクラブエアーズ、残念ながらこの試合で2敗目を喫し優勝争いから大きく後退する形になります。しかしその戦いぶりは今後も続いていきます。チーム存続、そして今までの伝統を続ける意味でもこれからの奮闘ぶりに期待したいと思います。両チーム悪天候の中ナイスゲームでした。皆様コメントありがとうございます。できる限り皆様のご期待に沿える形の配信になっていればと思いながらやらせていただきました。この配信は XEWEST 全13チームの共同企画によって実現しております。その企画によってご賛同いただけた方々のお名前を今画面上に表記させていただいております。この方々のご記者ご意思によりましてこの配信は実施できております。大変ありがとうございます。できる限りその配信の期待に応えたいと思っておりますので、皆様よろしければご観戦をお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬという圧巻の二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの鍵に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並み居る強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑めなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の世界を楽しみしつつ、ここで一旦この配信は終わらせていただきます。後ほどこのチャンネルのサイトを変えまして、続きましての第3試合に予定されております愛知ゴールデンウィングス対琉球ガーディアンライオンズの一戦を続けて配信させていただきます。皆様長時間のご視聴ご観戦ありがとうございました。それでは失礼いたします。